小泉進次郎さんが自民党の総裁選に立候補されたということで、それについてお話をしたいと思います。先日もお話ありましたけれども、小泉進次郎さん、スタートアップに投資をして株を売却した時にその売却益を非課税にするとかですね、あとは自分が総理総裁になったら早期に解散をする、できるだけ早く解散をするとか、裏金議員に対してはですね、その人によって処分を決めると、まあ場合によっては公認の取り消しとか、そういったこともあり得るということで、かなり踏み込んだ会見をされてましたが、会見場に来たフリーのなんとかっていう記者が知能が低いとかですね、めちゃくちゃ失礼なこと言ってたんですけど、非常に応用に対応されてて、私も官僚の人とかですね、ベンチャー界隈のですね経営者からもですね聞いてるんですけれども、ヤフーの川辺会長とかですね、ドリコムの内藤君とかですね、そういったベンチャー界隈の、まあ、有名経営者、実力派の経営者も応援してますし、官僚もですね、本当に財務省とか警察庁とかいろんなところ、経産省とかの本当に一流の官僚たちがですね、進次郎さんをですね支える体制になっているようです。ここでですね、彼が首相になればですね、43歳で首相ということで、日本の憲政史上一番若い首相が誕生する時代が来たんじゃないかなと思います。決選投票にならずに、ぜひですね1回目の投票で過半数超えてですね、自民党総裁および首相になってほしいなと心から強く思います。私は小泉進次郎さんを応援します。いってらっしゃい。